おはようございます。おはようございます。田舎の急におじさんドライブ宮城です。どうもおはようございます。はい。やっと僕の90も治ったんです。治った。はい。はい。スーちゃんくん。はい。水冷式なんで、ウォーターポンプが死んでて、それに気づかなくて、もう夏場にプシューって吹いてたんですよ。はい。なんでかなとか思いながら。そら水回ってないからそら吹きますわな。うん。ね。ということで治りました。はい。はい。からそれだけです。じゃあ今日の V は終わりです。はい。いや終わらせんと。はい。もうちょっと喋らせて。はい。本業に行きましょうか。本業で行くと本題に入りますと、暇なんでお仕事ください。お願いいたします。潰れそうなんでお願いします。はい。だいぶ気候も良くなってきたんで。気候良く。そうやね。なんかめっちゃ曇ってきたね。でも風は良くなりましたよ。週末荒れますね。はい。週末僕オートポリス嵐を呼ぶ男磨きになってますから週末僕オートポリスでレースなんですけど、そのまま帰らぬ人になるかもしれないです。あそこの雨は多分危険ですよ。走ったことないから知らんけど、どう見てもドライでもまあまあ危険なコースなんでウエット相当やばいんじゃないかなということで、はい、ということでちょっと心が痛いです。こちらの92M3 エンジンかけたらカン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 言ってます。カンカンおじさんが飛んでる。引っかかってますねエンジンくん。まあ当初ね下ろしてやりましょうっていう話だったんですけど、まあお客様のね予算とかその都合でまあ下からやって、ダメなら蓋を閉じてくださいってことなんで、とりあえず開けるだけ開けてみます。パスッと切って開けます。ちょっと閉じるかもしれません。治るかもしれない、わからない。これは神のみぞ知る。宮城には1ミリもわからない。金も国もわかりません。ただカンカン言うとる原因はあやつです。米太郎です。さあ、コメタルはどうなってるんでしょうかね。非常に興味津々なところもありますけれども、まあただただね無事であることが一番なので、今朝もちょっとだけ早起きして神社してきたんで、多分大丈夫じゃないかなと思いますけどね。ということで今日はそちらの模様をね、V に収めていきたいと思いますので、引き続きご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。これねいきなりこっちもちょっと話しておこうかな。これこの間まで S61 ぐらいのエンジンやったんやけど、ちゃんと S65 になりましたね。最高です。ナオミもかっこいいです。最高です。ということでこちらの 92M3 カンコラカンコラいうメタルですが、基本的にはメタルは静かな人なんですけれども、この92に乗ってるメタルはカンコラカンコラちょっとおしゃべりですね、ということで、おっともうメンバーがないじゃないですか。おメンバーさんあらこういうのがついとったんですね、リジットのエンジンマウント。まあまあ汚れてますね。しかしそうですね。まあこの汚れはまあ別に今回の GA とは関係がないので、まあ今日は時間的に今下ろしてしまうと、今日中に帰れなくなるので、今日はここでやめていきたいかなというところで、まあ明日オイルパンをはぐって、まあメタル難度を見ていこうかなというところで。怪しいところだらけをなんか野間が発見してるので一生懸命見てますね。まあ無事だったらいいんですけどね。ね、それはもう開けてみないとわからないので。はい。ということで、お楽しみはまた明日。今日もゴゾゴゾしてます。ゴゾゴゾやってます。ゴゾリンゴゾリン。ちゃんとこれで S65 になりますね。昨日までは S6.1 ぐらいでした。ってことでこちらオイルパン外してさあこれからメタルははぐろうかなというところです。まあナイスな色ですね。アメちゃん色ですね。はい、オイルパー見てみますか。まあ、オイルパーの中から大きな異物は出てきてないんで、うん、まだ救いかなというところで、まあ汚いですよ。見てみます。はい。過去1です。こんな感じでございます。はい。なんか奥はもうこびりついてますねこれ。はい。この奥はね。はい。真っ黒に見えるけど真っ黒です。まあ過去1の、うん。汚れ具合だけど、まあ別に変なものを入れてた感じはしないので、まあ、いいんじゃないでしょうか。そうですね。これ掃除するの大変やな、俺。ノーセンキュー。手が汚れた。仕方ないです。天気悪いの。このまま明日持ってくれたらええんやけど、ね、このぐらいでいったら気持ちいいんですけどね。まあ予報はね、はい、警報級や言うてますけど、今度夕方ぐらいからよろしくない感じだそうです。そうなん、はい、そうなん、うん、でこちらの M4 もね、もう納車前の4度目点検です。4度目点検、はい、これで最終、はい、チェック終われば出荷となりますんで、はい、もうすぐですよね、オーナーさんね、はい、ブイ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 、これ富士を走り回ることでしょう。楽しみですね。はい、はい、やめてください。いや、もういいんで。もういいですか。はい、はい、お願いします。白身ですね。わおわおわお、はい、どうでしょう。まあちょっと今こっちあれ一箇所ずつこう動かしていくんで、外してばらして組んで、はい、でやっていって今ここなんですけどね、うん、で1番4番は、うん、がっつり傷が入ってました、うん、まあギリギリまあ磨いたらいけるかなっていうぐらい、うん、ここ今、この後ろのこれ見えます？これメタルなんですけど、普通はですよ、キャップをプッと抜けたら、うん、パカッと抜くんですけど、はい、外れてくれません。しつこいタイプですね。はい、初めてです。はい、おお、すごいねこれ。これもまた今まで見てないことない。そうですね。具合ですね。はい。はい、これまあでも、ああこれもやな。わかる？これ、この隙間わかる？ここ、うん、一番最初のが一番ひどかったよね。どっか行った。貼っとくわ、動画を、うん、ひどいですね。ひどいひどい。お分かりいただけますでしょうか。はい、16万キロぐらいか、走行距離、うん、まあ基準となるものはないんで分かんないんですけど、うん、大体ですよ、大体、うん、10万キロで1回はやっとってほしいよね。10万キロ、うんうん、まあその後、うん、うちが組み直したやつはもう少し持つと思うんですよ、うんうん、ただまあ組み直してから20万キロ走った人がいないからそれは分からないんですけど、うんうんうん、まあ問題はその材質がどうのとかじゃなくて、要はクリアランスの問題なんですよね、うん、はい、まあそれがきつすぎるから、うん、まあオイルで浸っててないといかないところがちょっと油膜が切れて、まあ、メタルが流れるっていう話なんですけど、うん、まあ10万キロオーバーはちょっと使いすぎかなっていう気がします、ね、はい、もうかれこれこれで何十機目か分からないですけど、うん、かれこれやってますからね、はい、このエンジンのね、メタルって。でそう考えていくと、まああんまり放置は良くないかな。うん、うん、そうですね、うん、まあとりあえず今はね、はい、このクランクが使えるかどうかっていう検査なので、はい、はい、まあ、それをちょっと全部確認終わってから、うん、どうするのかをちょっと考えていきましょう、はい、処方をねどうするかっていうどういうふうに使用するかっていうのね、そうですね、はい、大丈夫であってほしいんですが、はい、ここも入るけど傷入っとるな、見えますか？多分動画じゃ分からんけどおる。まあここもちょっとまあこの上側がちょっとまだ見えんからあれですけど、はい、下から見る限りはまだ磨けばいけるかなというぐらいのレベルかな。はい、まあできればもうここまで来たらエンジン下ろしてね、全部割ってね、うん、これから全部見直した方がいいとは思うんですけれども、はい、まあ時間と予算の都合でね、うん、下からやってくださいってことなんで、はい、下からできる限りのことをやっていきましょう。はい、じゃあ引き続き。頑張っていきましょう。まだ半分なんで、半分見ただけなんで、はい、そうです。はい、この後ボアゲージで測定をして、どれぐらいの傷の深さがあって、クリアランスが確保できるかどうかっていうところをちょっと計算していかなきゃいけない。まあそれからですね、治るかどうかは。ということで、頑張りましょう。頑張りましょう。2時15分、はい、じゃあ17分、はい、見えるかな。373737番7番、はい、3番7番分かった。これホイールが定位37じゃないけど37の呪いじゃん3番7番この奥なんですわ。これわかる？これガジリ君、ガリガリ君よ。わからんか。ちょっとこっち撮って写真撮る。はい。一応これカメラで撮ったやつ。映るかな。これは映る。うん。アウトっす。アウト。残念。クランク太郎交換です。はい。まあとりあえず、はい、48も見とこうか。うん。で15アウト37アウト。うん。はい、次48。金本48。チーム結成ですか。お、中はちょっと連れてこないといけない。大谷翔平も50/50超えたことやし。はい。そうですね。5151ですね今。5151やったね。はい。5151。5151やで。はい。5151 HR ですね。あ、一応はいメタルコンの。君ナンバーワンです。はい。ウィナーです。よくないけどね。ちょっと早めにみんなやりましょう。10万キロ超えてやってないとかはもうちょっとやめた方がいいですよ。怖いんでね。ということで残念ながらすいません、力及ばず、こればっかりはもうどうしようもできない。そうですね。はい、悲しいですがとりあえずこのまま一旦蓋をします。はい、お願いします。ご愁傷様でした。はい。はい。ということでしたので、はい、元に戻します。はい。非常に残念ですが、はい。致し方ございません。仕方ないです。はい。うん。危ないですね。危ないですね。大丈夫です。はい。ということで、はい、ちょっとジャッキ上げてもらえます。それ当たっとるぞ、そっち。ああ、マウントか。入るか、それ。入る。入った。あ、入っとるね。うん。ということで。はい。治らないですけど元に戻すんで、はい、しばしお待ちください。はい。足痛い。え？足痛い。足痛い。困ったもんですわ。困ったもんやね。ええ。まあちゅうことでよ。うん。宮家の力及ばずで、ちょっと修理不能でございました。うん。まあでもしょうがないねこれは。のこともある。しょうがない。でまあ本人オーナーさんはね、うん、S65 機違いなんで。はい。もう自分で。なんとかしますということで、うん、もう多分お車をお返ししてるんで、はい、もう今頃バラしてると思うんですけども、うんうん、まあ自分でねやってみますっていうことで、はいはい、僕は遠隔のサポートをしてます、うん、はい、はい、ここのやり方とかね、部品をどうするかとかね、はいはい、そんな形でね、うん、まあまあでも手先が器用な人で、うん、知識がある人だったらまあ別にできないことではないんで、そうですね、はい、はい、まあ当然環境とかもよりますけどね、うん、まあ道具買ったりとか大変だとは思いますけれども、はい、まあ気をつけてね、うん、作業していただいたらと思います。はいはい、ということでまあクランク交換ってなるとね、うん、大変な時間と費用がかかるんで、うん、はい、まあそうなる前にですね、うん、まあ皆さん大事にされるんだったらやられた方がいいかなと、はい、思います。はい、思いますね。金本さんでも思うでしょう、うん、ね、まあ、よくわからないけれどもやっぱり、うん、ああいうのを目の当たりにするとね、うん、ちょっと悲しくなります。なんか変な音がするとかね、変な音がするとかね、変な音がする、そうやね。でももうエンジンの中の異音っていうのが出だすっていうのは、出だした時点でもう、まあ、ほぼほぼアウトなんですよね。まあまあ日常からちょっとなんかいつもと違うなとか。そうそう。でこのメタルに関してはね、予兆っていうのは多分感じ取れないんで、うん、多分例えば新車から乗り続けたとしてもわからないですよ、うん、そうですね、うん、わからない。結局もうまあ中割ってですね、うん、目視していかないとわからないから、はい、まあなかなか難しいですね、うん、うん、しっかりオイルの管理しててもやっぱり、距離相応といいますか、うん、いう感じなんでね、まあ、要はクリアランスの問題ですからね、だからまあまあこれといった指標はないですけど、まあまあ10万キロぐらいかなという、うん、たくさん見させてもらってね、はい、サーキットでしか使わない車だと僕のね緑のように、うん、サーキットでしか走行してないような車、うん、あれがちょうどこれが5万キロの時にやったのかな、うん、5万キロでもまあ10万キロ11万キロ使ったぐらいになってますからね。ガンガンに熱入れてるから、はい、うん、駆使してます。まあそれはそうですよ。サーキットだと高回転高負荷しか使わないから、うん、あの子スパルタ教育ですから、ね、スパルタですよ。もうだって4000回転以下なんか使うことないですから、ね、うん、そうですね、はい、甘えが許さない子だったんで、はい、低くても5000、まあ、常にね6000、7000、8000常に回しっぱなしですから、はい、そうですね、仕方ないかなということですね、うん、ということでちょっとまあ悲しい部位になりましたけれども、はい、S65 の皆さんはですね、ぜひぜひメタル、コンロットメタル気をつけてください、はい、ということでこういう車がもう今後増えないことを祈りつつですね、うん、今日の V を締めていきたいと思います、はい、ということで相変わらず今日もこいつらアホやなとか面白かったなと思った方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします、はい、そして T 様 DIY で復活させるということなんで、うん、ぜひぜひめげずにやり遂げてください、はいはい、それではまたの V でお会いしましょう。バイバイ。